いや、レブロンがやばすぎたっていうのもあるんだけどさ、誕生日、自分の誕生日、38歳の誕生日にね、47点取るって、40分出て47点取るって、で、チームを勝たせるって、もうとんでもねえなと思ったけど、いや、マジレブロン、今日のレブロン、マジ超かっこよかったな。めちゃくちゃかっこよかったわ。やっぱりレブ G A プラス R。うん、いや、なんかね、俺、ジミー・バトラーと同じ感じでもいいのかなって最近思ってる。ジミーは俺、特例でさ、A プラスになれるっていうバッジを持ってる A ランクの選手っていう評価を、してたんだけど、それ俺の中ではジミーしかいなかったよね。プレイオフになると A プラスになれる。レギュラーシーズンは A だけどっていう。それをもし他の選手にもバッジを渡すんだとしたら、多分、レブロンなのかなっていう。今年はレブロンなんかなとは思った。そう、マイクラの配信では言ったんだけど、A プラスの枠を俺、今シーズンから5人っていう風に決めようと思ってて、で、とりあえず、今年のね、今年にしましょう。今シーズン、今年。まあ、せっかく、2020年、2年が終わるから、まあ、今、改めて発表すると、今年の A プラスは、5枠って決めてて、その5人は、ルカ・ドンチッチ、ステフィン・カリー、ヤニス・アデトクンポ、ジェイソン・テイタム、ニコラ・ヨキッチ。この5人が、まあ、俺の中で、とりあえず2022年は A プラスかなっていう。そうだから5枠って決めちゃうと、やっぱね、ここにレブロンがのめり込めるのかって言われると、微妙だなっていう感じはするんよね。ただ今日のあの活躍はもう間違いなく A プラスだったし、っていうのを考えると、まあ A プラスっていうバッジを持たせた A ランクの選手っていう感じでいいのかなっていう。いや、KD は、俺はやっぱテイタムの方が上だと思う。いや、KD がめちゃめちゃ良くて、チームを引っ張って、今10連勝っていうよりかは、チーム全体の雰囲気がめっちゃ良くて、10連勝っていう勝ち方。まあ、その勝ち方が一番ベストだと思うから、それ自体は全く問題ないんだけど、ただ、ことティア分けになると、やっぱ俺は普通にシンプルにテイタムの方が、選手としては上だと思う。で、A ランクの枠は確か10人に絞ったよね。A が5人、A プラスが5人、A が10人、A マイナスが25人かな。確か。一応 KD、ステフよりトゥルーショットパーセンテージ高いで。まあ、いろいろ含めてのランクになってるから、トゥルーショットだけだったら、だってトニー・スネルが A プラスになっちゃうからさ。KD がプレイオフに A マイナスではなく A プラスになってくれることを願ってます。KD は A だよ。A マイナスじゃなくて、一応俺の中で A ランクですね。